自分のことなんかかっこいいことやろうと思ってブロロロって弾くとなんかこうテンポも速くなっちゃうかもしれないし、周りの話、周りがこうコンプしてるドラマーがすごいいいことやってたりするし、ピアニストがすごいかっこいいコンプ途中で入れてくれようとすることもあるし、ベーシストがすごいいいライン弾いてくれることもあるし、そういうのも聞こえないこととかもあるから、ピアノだけじゃなくて本音とかもそうだかもしれないけど、チャンスとか面白いネタみたいなやつがいっぱい転がってるから、もうちょっと耳をこう澄ましてみて、みんなと会話してる、これがバンドだから、ただ自分たちをなんかどれだけ私かっこいいでしょみたいな風にしに来てるとこじゃなくて、これはこれでバンドだから、そういう風になんかやってったらもっとエンディングもバッチリ決まると思うし、イントロもバッチリ決まると思うし、ソロも吹かなくてもいいし、待ってればいい、いい音が聞こえたらそれ吹けばいい、一個の音でももうタイムバッチリこうはまったところで、ポケットに入ったところで一音弾く方がいっぱいバラバラバラって10個の音弾くよりもかっこいいから、なんかそういう風に思ってやってみたらいかがですかね、はい、私からの一言です。